カストルとポルックス神殿、またはディオスクーリ神殿は、ローマのホロロマーノにある古代の建築物である。紀元前495年、レギルス湖畔の戦いの勝利への感謝を込めて建設された。カストルとポルックスはディオスクーロイ、またはジェミニと呼ばれ、ゼウスとレーダーの双子の息子を意味する。その信仰はギリシャからマグナグラエキアを経由して、 南イタリアのギリシア文化と共に、ローマにもたらされた。王政ローマ最後の王タルクイニーススペルブスは、ローマを追放された後、ラテン人たちと共に、成立間もない共和制ローマと戦った。この戦いの前に、ローマの独裁官、アウルスポストミミウスアルブスは、戦いに勝ったらディオスクーロイの神殿を建立する、ことを誓った。伝説によれば、 カストルとポルックスは二人の有能な騎手として戦場に現れ、ローマ側に加勢したという。また、ローマが勝利した後にもホルムロマヌムのユートゥルナの泉に現れ、馬に水を飲ませたという。神殿は彼らが現れたと言われている場所に建てられた。ポストミウスの息子が神殿を完成させたのは、紀元前484年のことだった。共和制時代、 この神殿は元老院の会議の場所として使われ、紀元前2世紀中頃からは正面の階段が和社の演題として役立った。帝国期になると、この神殿は土寮校を監督する役所が設けられ、国家の宝物ことされた。紀元前117年、ルシウス・カエシリウス・メテルス・ダルマティックスはダルマチア人に勝利したことを記念して、この神殿を修復し拡張した。 紀元前73年にはガイウスベレスがさらに修復を行った。紀元前14年、フォルムロマルムの主要部分が火災で焼け落ち、この神殿も破壊された。これを再建したのは後に第二大皇帝となったティベリウスである。新たな神殿が完成したのは紀元6年のことだった。現在遺跡として残っているのはこのティベリウスが建てた神殿の一部である。ただし、 土台は、メテルスの時代のものである。エドワード・ギボンによれば、カストルとポルックス神殿は、元老院の秘密会談の場所として使われていたという。237年、元老院が、マクシミヌストラクスを退避させ、ゴルディアヌス一世を新たな皇帝にするという相談をしたのがこの神殿だったという。集中式の八中式神殿で、短編に八本のコリント式柱があり、 長辺に11本の柱があった。内陣は1部屋で、壁面はモザイクで覆われていた。土台は32メートル49.5メートルの広さで、高さは7メートルあった。ローマンコンクリート製で、もともとは業界岩の板で覆われていたが、後に除去された。古代の文献では、土台部分に上がる階段は中央に一つだけとされて、 いたが、発掘によって二つの面に階段があったことが分かっている。ホロロマーノの多くの建築物と同様、この神殿も15世紀の長きにわたって破壊、略奪にさらされ、廃墟と化した。神殿は紀元4世紀にもそのまま建っていたが、その後の歴史は不明であり、15世紀には三本の柱だけが残っていた。その付近を通る道は、 ビアトライム・コロンラームと呼ばれていた。1760年、崩壊寸前の柱を修復するため、足場を建設した。序盤にバッティスタ・ピラネージとイギリス人建築家、ジョージ・ダンスがその足場に登り、正確な計測を行った。ダンスは、世界中のコリント式記園中の中でも最も素晴らしい、と、父への書簡に記している。今日、土台には、外装がなく、 三本の柱とエンタブラチュアの一部が立っていて、フォロロマーノの中でも最も有名な遺跡の一つとなっている。ありがとうございます。